初めての住まい探し、何から始めるか。わからん。進まん。スーモならたくさんの物件からまとめて探せるから。楽ちん。簡単。初めての住まい探しはスーモ。物件数ナンバーワン。リクルート。なんか開き直りっていうので割とあーってなりがちなんですけど、せーの、わからん。終わっちゃったんだという感想ですね。え、思わなかった。思いました。終わってたんだっていう感じです。あっという間でしたね。二、はい、人のリアクションがやっぱり一番大事だったので、そこのテンションはお互いで探り合いながらやりましたね。黄色と緑で初心者マークをテーマにした衣装で、どこにもないですもんね。どこにもないですね、うん、素敵なお衣装を作っていただきました。いいですよねこれ ね、スーモならではというか、うんうん、はい、よっスタート。いいのか、難しい。トランプタワーを本番でさって引いてそれが崩れるっていう演出があったんですけど、カットごとに皆さんが一生懸命一個ずつ積み上げてくださって、もし私がとちったらまた積み上げなきゃいけないみたいな、そういう緊張感があったので、そこをぜひ注目してみてほしいです。80テイクやったんだっけ。そんなに触れて、カメラでもちょっと調整するんですけど、うん、まいります。はい、よーいスタート。帰宅してからお風呂に行くまですごい時間がかかるタイプだったんですよ。それを帰宅してもう直行、お風呂場に直行することですごい有意義な時間が生まれるようになって、それですかね。あお風呂ね、うん、欲しいなって思ってるものを買ったら欲しいなっていう気持ちは解決します。だから買います。なるほど。すぐ買うをメインにしていきたい人生の。あっ、おお。ジョン、はい、どんな感じですか。わかんない、どうしよう、わかんない。いや、これボケてないんですよ。なんかこの柔らかい温かいこの雰囲気、お菓子の家みたいな感じをイメージしたんですね。焼きたてのような香りが常にするお家、うん、朝は必ず焼きたてのパンが出てくる。、うん、レベル高いな。お昼になったらすごい焼き菓子が出てくる。あれって、あ、壁も全部焼き菓子ですかみたいな、そういう系かなって、うん、違いますね。当たり前ですよね。じゃん。全方向から光が差し込む部屋。竹内さんのオーラがプラスの気しか出てないんですよ、はい、ね、はい、もう光を当たってなくてもまとってる感じがするから、うん、部屋もめちゃくちゃ立ちくらむぐらい眩しそうだなって気がして。合ってます。すごい。僕の家はカーテンないです。え、嫌いなんですカーテン。あ、そうなんですか、うん、朝とか目覚めたくないときどうするんですか。目覚めるの。勝手に。太陽がね、うん、ほぼ目の前から上がってくるの、はい、それを遮る必要あるのかっていうことで。そう、でも正解です。光はめちゃくちゃ差し込んでます。へえ。やっぱ日当たりが一番大事ですか、お部屋探しは。日当たり大事ですね。うん、元気になりますもんね。当たりました。ちょっと早めで、せーのの、もう上げたとき、はい、そうですね。で、こっちです。簡単、はい、熱帯魚の水槽あるんですね。そこを目の当たりにしながら本気のコーヒーを入れるスペースあるんですけど、そこですね。おしゃれで、お香を炊いてね。あー、めちゃくちゃいいじゃないですか。来てんなーって。毎日来てますね、うん、
っと長年欲しかったソファーを買いまして、最近そのソファーが恐ろしく座り心地が良くて、もうその上でできる限りの全部のことをやるっていう台本とかも読むし、本も読むし、映画も見るし、できることならそこから動きたくないぐらい心地がいいソファーなので、そこが私の領域っていうかテリトリーですね。私も来てんなって思う。なるよね。なりますね。あ、今来てんなって。来てんなってなるんですよ、ね、やっぱり長年欲しかったソファーを買ったわけだもん、ね、そうなんです。買った方がいいよ。買った方がいいのね、はい、すぐ、うん、こっちにしてみます。はい、いや、これ難しい。難しい。難しい。じゃあ、はい。ロン毛。お、イメージないですね。見たくないですか。はい。こうやってゴム加えながらこうやって結んで。あ、本当に伸ばしたことはなくて、はい、未知の世界なんですよ。どういうシルエットになるのか、似合うのか似合わないのか試したいんです。じゃん、ダイビングライセンスを取得するです。私海がすごい好き で魚も大好きで、いつか自分の目で深海、あ、深海まではいけないけど間違えた、浅瀬あのなるべく海底とかを見てみたいなとか、魚と一緒に泳ぎたい気持ちがあって、欲しいなって毎年言ってます。好きなんだ。好きですね。僕たちが出演するスーモの新 CM ができました。ぜひご覧ください。